直樹です。お願いします。ます最近回バウンティーラッシュやっていくんですけど、はいはい、今回は、超フェスのキャラ、サカズキを使っていきたいと思います。よっしゃこれ超フェスなんですよね。超フェスです。ですよね。はい。まあ気持ち的には。アカネはまあ強いって、犬神グレンとかも、流星型も両方強い好きになっているんで、はい、そこら辺をどうかわしていくかじゃないですか。はい、そうですね。まあ、最強ということで。いや結構強いキャラだと思いますよ、うん。ベスト3には入るんじゃないですかね。あ、そうなんですか。よくわかんないですけど。超フェスなんですか。まあ超フェスなんで、まあ、結構強いキャラにいますね。ああ、じゃあちょっと。あと心が痛い。うわ、このマグマ。かっこいいよ、これ。かっこいいな。回避すれば、ただそれも食らうんだよね。え、そうなの。確か。へえ。前食らったことある。マジか。あ、これはモザイクで今の。どこに。え、右角。いけ、スキル使え。じゃあ使います。はい。かっこよいし、強い。オッケー。何今の。当たった今。さすが超フェス。いや、見てない、そこまでは。当たってんね、なんか当たってる証拠いるわ。ちょっとなんか90食らってるアホがいるわ。これがローンより証拠か。そうだね。間違ってます。何やってんの、こいつ。おお、おい、待てよ。誰かガープの頭押さえろ。殺されるぞ、お前。場面は完璧だ。うん。でも、赤色タイプが半端ねえんだよ。がおっと、お前ジンベエいるじゃん。ちょっとやっつけとけよ、ジンベエ。ジンベエちょっと穴開けとくわ。ジンベエ貫通させていけよ。え、まさかガープが負けるオッケー、任して。ほい、ほい。オッケー、穴開けといて。ジンベエ、あれ、ゾロ参戦してる。え、ゾロあの時いたっけ。いたんじゃない。それだから来たんじゃない多分。お、どうしたの。誰に。ガープ、かかってこい。ジンベイ弱いなぁ。まあジンベイ所詮魚だしね。魚って言うんだよ、全然。ジンベイのモデルはジンベイザメかな。でしょうね。でしょうね。え、赤犬は何の犬か知ってる。赤犬、赤い犬見たことない。モデルの話してるのに誰が赤犬いるんだ。一旦降ります。おおっとぞ。え、仲間いた。お前ここまで追い詰める人。仲間いた、ラッキー。しかもここまで来る。仲間が白ひげっていうね。ジンベここまで来るか。いた。え、助けてくれた。マジか。白きっちゃん。おこうずきおでんか。いい感じ。はい。いや、その強化求めるのやめてよ。なんだよ。3点。お前、すずだよ、重装か。オッケー、任せて。うわぁ、うわ、はい。あー、うっとうしいの。ありがとうございます。ありがとうございます。本人がありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ頑張ってます。かっこいいな。あれあれ負けてる。あれ俺は敗北者ってこと今。なんで旗取んない。おカイゴンさんの勝利？よっしゃ。はい、ということで、はい、今回超フェスの、うん、超フェスの赤犬どうでしたか。いや、もう使ってみて強かったです。やっぱり。強かったですか。はい。間違ってます。え？あの、このキャラあるじゃないですか。はい。これ、超フェスじゃありません。なんですか、これじゃあ。別は、なんなんですか、これじゃ。え、偽物ってこと？偽犬です。あの、落とします。はい。崖の底にね白ひげ隣白ひげいた